サラヤー駅は、タイ王国中部ナコーンパトム県プッタモントン郡にある、タイ国有鉄道南本線の駅である。サラヤー駅は、タイ王国南部、ナコーンパトム県の人口35,000人が暮らす、プッタモントン郡にある。駅の正面側が、市街地であり、町の中心部に位置するため利便性が良く、駅前には、大きな市場がある。1日に46本の列車が発着しその内訳は、特急4往復、急行2往復、快速5往復、普通12往復である。普通列車12往復中5往復が当駅始発、終着である。一等駅であり、全列車が停車する駅でもある。当駅に発着するバンコク発着の列車は、トンブリ駅とクルンテープ駅の2カ所からの発着である、ため注意が必要である。有等列車はすべてクルンテープ駅発着であり、クルンテープ駅から普通列車利用で45分程度である。タイ国有鉄道南本線は東北本線、北本線に次ぐ3番目の幹線として1899年に着工された。南本線は前期2線とは異なり始めから 1000mm 機関を採用して敷設された。1903年6月19日に旧トンブリ駅ペッチャブリ駅間が開業し、当駅もそれに伴い開業。相対式及び島式一面の複合型ホーム3面3線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。ラチャダー大学をはじめ複数の大学が当駅南側にある。ありがとうございます。